こんにちは。平安女学院大学子ども教育学部の動画をご覧いただきましてありがとうございます。私は子ども教育学部の教員の斉藤と申します。専門は保育学発達心理学です。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに子ども教育学部を3つの特色からご紹介いたします。特色1、強みになる資格免許。特色2、豊富な現場体験。特色3、少人数の丁寧な指導です。続けて詳しくご紹介いたします。はじめに特色1、強みになる資格免許です。平所では主に6つの資格免許から取得することができます。保育士資格、幼稚園教諭免許状、小学校教諭免許状、中学校教諭免許状、英語、国家資格の公認心理師受験資格、認定心理師です。2年生からコースに所属します。入学時に進路が決まっていなくても大丈夫です。最初に子ども保育コースのご説明をいたします。こちらは保育者のプロを目指すコースです。メインで取る資格免許は保育士資格と幼稚園教諭免許状です。サブとして小学校教諭免許状か認定心理士も取ることができます。次に子ども教育コースです。こちらは学校の先生のプロを目指すコースです。メインで小学校教諭と幼稚園教諭の免許状を取ることができます。サブとして保育士資格か認定心理士も取ることができます。その中の英語教育専修は英語教育のプロを目指す専修です。中学校教諭の免許状、英語と小学校教諭の免許状をメインの免許として取ることができます。サブとして幼稚園教諭の免許証も取ることができます。最後に新しい23年度からのコースになります。子ども心理コースです。こちらは取りたい資格で2通りに分かれています。1つが小学校教諭の免許証と公認心理師の受験資格をメインとして、サブとして幼稚園教諭の免許証と認定心理師が取れる方、もう一つが保育士と幼稚園教諭と公認心理師をメインとして取得して、サブとして認定心理師も取れるというふうに分かれています。このようにたくさん取ることができます。ただし一生自分を支えてくれる国家資格免許ですので楽ではないんです。ちょっとハードなんです。でもですね、平所でしたら楽しく学べる秘訣があります。今日はそちらをご紹介いたします。でその前に資格免許がたくさん出てきましたので、少し資格免許の説明をいたします。たくさんあってたくさん取れればいいのかなというと、そういうわけではありません。どう使えるのかということが大事になってきます。ここでは複数取れるとどういいかということをご説明いたします。はじめに保育士資格と幼稚園教諭免許状です。こちら2つを持っていますと認定こども園で働くことができます。認定こども園2006年からスタートした新しい施設になります。現在民間の園も公立の園も認定こども園が大変増えています。この認定こども園で働くためには保育士と幼稚園免許両方必要になります。続いて幼稚園と小学校の免許両方持っているとどういいのかということですけれども、公立幼稚園の一部、例えば京都市なんかがそうなのですが、幼稚園の受験資格として小学校教諭の免許証も必要とされています。なぜかと言いますと、幼児期の教育から小学校の教育にスムーズにつなげていける人材を必要としているからです。
逆に言いますと小学校の先生にとっても幼児期の教育を学んでいる人がいいので、幼稚園目指す人も小学校を目指す人も両方取っているといいですね。続いて小学校教員の免許と中学校の英語の免許両方持っているとどういいのかと言いますと、小学校では2020年度から外国語という教科がスタートしましたということで、小学校の先生も英語を教えられないといけないんですね。ということで小学校の教員採用試験なんですけれども、英語が得意な人を採用したいので、中学校の英語の免許を持っていると加点プラスの得点になることがあります。自治体によって異なりますが、例えば大阪市の場合、小学校教員の採用試験一次試験で英語の免許を持っていると90点も加点プラスの得点があります。かなりお得ですね。続いて心理の資格になります。公認心理師が日本で唯一の心理の国家資格になります。4年生大学で取れるのは受験資格だけで、卒業後に大学院に進学するか2年以上の実務経験が本資格を取るのには必要になります。心理職につける資格です。下の認定心理師は国家資格ではないんですけれども、保育士資格や教員免許証に加えて下の心理の資格を取ることで、子どもや保護者のさまざまな問題に心理の専門性を持って支援することができます。ということで複数取れるといいということがご理解いただけたのではないかと思います。6つの資格免許以外にもご覧のようにたくさんの資格を準備しています。自分がチャレンジしてみたい資格を選んで自分だけの強みを見つけることができるというのが研修の特色1つ目になります。続いて特色に豊富な現場体験です。4年間の流れになっています。オレンジ色が子ども保育コースの実習、黄色が子ども教育コースの実習、青が子ども心理コースの実習の流れです。コースにより実習者や順序が変わります。2年生からコースに分かれ、2年生の終わりから実習がスタートします。実習の日数はですね、国が決めていますので、どの学校に行っても同じです。違うのは実習以外の現場経験ということになります。平所では1、2年生でインターンシップ、1年生から4年生までボランティアを授業として置いています。実習前に現場体験ができて、進路について現場を知った上で考えられたり、子どもと関わって準備ができます。こうしたカリキュラムの中でホップ、ステップ、ジャンプで実践力のある先生になることができます。実習の中身もご紹介いたします。平所では実習前の現場体験をインターンシップと呼んでいます。現場に入るの今は難しいんですけれども、平所は高槻市と連携協力関係にありますので、高槻市の保育所、幼稚園、小学校、中学校の中で学生が選んだ行きたいところに行くことができます。1年生では秋学期の授業を利用して週に1回丸1日8回も経験することができます。また高槻市との連携により、子どもの集まるイベントのボランティアの募集がたくさんありますので、子どもとたくさん関わることができます。こちらはキャンパス内の施設です。敷地内に大学附属子ども園があります。そして集いの広場、どもぐりの森もあります。集いの広場は自宅で子育てをしている親子が自由に来られる遊び場です。保護者対応に不安のある方が多いんですけれども、平常にいらっしゃる方、優しい保護者が多いので関わるうちに慣れていきます。子ども園と集いの広場の両方ある大学はとても珍しいかなと思います。保育者、教育者を目指すのに恵まれた環境だと思います。さらに海外の子どもと触れ合うこともできます。短期の研修、キッズイングリッシュ研修では、ニュージーランドの小学校に体験実習に行きます。長期の海外留学もあります。
すべて4年間で卒業可能です。奨学金が出てかかる費用全額の約半分出ます。で、4年間で卒業すれば返還不要です。英語力も資格免許も取れる欲張り制度です。教育大学でこれだけの留学制度を持っているところはなかなかない素敵な制度ではないかと思います。21年度は希望者が実施できる道をなんとか探してですね、ハワイで3ヶ月なんですけれども1名実施することができました。最後の特色さん、少人数の丁寧な指導です。定員80名のコンパクト大学ですので、講義でも最大80名、演習だと最大40名です。行き届いた環境の中で丁寧に授業をしています。4年間クラスを取っており、すぐに仲間ができます。1、2年生は1クラス20人以下、3、4年生のゼミは10人程度です。すぐに仲間ができます。授業も少人数で行っています。ピアノの授業の数や形態は大学によって様々です。平常はピアノはレベルに応じて個人レッスンです。平常では入学から実習まで4年間習い続けられますので、初心者でも安心して授業を受けていただけます。授業外の無料の講座も充実しています。すべて自由に受けられます。公務員試験対策、検定試験対策講座で難しい公務員試験も少人数対策で突破しています。21年度から新たに実践力育成講座も作りました。授業外の課外講座で楽しく現場で役立つ実践力をつけていきます。平常の3つの特色の結果、就職率はほぼ 100% です。で、このほぼ 100% の中身も見ていただきたいのですが、青の部分が資格免許を生かした専門職への就職で 86% です。続いて赤の部分が小学校や公立保育職といった公務員で 27% です。コンパクト大学なのですが、難しい公務員試験を高い割合で突破しています。ということで、平常で夢が叶います。平常卒業した先輩たち、いろいろな保育の現場、教育の現場で活躍しています。先生になるなら平常、オープンキャンパスにもぜひお越しください。感染症対策万全にしてお待ちをしております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。